どうも、動画撮影編集担当の若旦那です。今日は山ちゃんが白菜で豚バラを巻いて炊き上げたロール白菜を作ってくれました。噛んだ瞬間にじゅわっとお出汁と豚の旨味が広がり、最後にすだちの香りが抜けていく、そんな一品になってます。ってことで今日もよろしくお願いします。呼ばれましょうか。呼ばれましょう。乾杯。乾杯。お疲れ様です。うまー。いただきます。香り、うん、うまっ。大根とすだちが、はい、豚バラの重いのをすごい緩和させてくれてる。あ、そうです。すごく美味しいです。
はい、作ってもらいたい料理、使ってほしい食材があったらぜひコメント欄もお願いします。いやでも美味しい、美味しいですね、ありがとうございます。あ、この豚バラの油が出汁に溶けて、で白菜がその出汁を吸って美味しいです、うん、大変だと思うんですけど、ぜひできたらお家でやってみてください。はい、ということで今日もお疲れ様でした。お疲れ様です。ということで、今日もありがとうございました。そうです。もしよかったら、チャンネル登録といいのよろしくお願いします。こんな感じで、毎回和食の一品を山ちゃんが提案していきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。